あれ雪山でしか着れないよねでもなんかすごく寒い時ってやっぱこれでも、うん、これ着ても寒いんだっていうぐらい寒い時もあるじゃないですか、うん、ダウンでダウン着て俺寒いって思ったけど一回もない <laughs> <laughs> この番組は有料配信であることを隠れ蓑にした公共性は低く聞く人を選ぶけどその人たちの生活に欠かせないトーク番組です流行愛うつおしゃご

でも12月とかまあでも暖冬って言ってたらね暖冬らしいですよね今年んか寒くなるかもって言ってたけど暖冬になるんだって結局どうするダウンどうするって何どうする着るか着ないかってことじゃあじゃあ俺もダウンのフォルムは好きなのよだから着たいのねでまあ割と昔買ったダウンもあるし 着たいんだけども、あの川ジャンより二十度ぐらい暑いじゃないですか。二十 <laughs> 度は言い過ぎですけれども、まあ川ジャンに比べたらよっぽど暖かいっすよ。<ー>うん、もうこの上にさこのピラティの上にね、うん、半袖の上にダウン着てもびっしょびしょになるでしょ。ダウンって汗かくよね。ねえ、<laughs> あれ。 雪山でしか着れないよねでもなんかすごく寒い時ってやっぱこれでも、うん、これ着ても寒いんだっていうぐらい寒い時もあるじゃないですか、うん、ダウンでダウン着て俺寒いって思ったこと一回もない<笑><笑>まあ中に何を着るかにもよると思うんですけどもィラテあれでもダウンってさ <laughs>、はい、ロンティーを着とかないとここのところがさびしょびしょになるよね,あ,ねあれめちゃくちゃ気持ち悪いじゃん。 ビニールやからなビニールやから <laughs> ビ,ニールビニールやから <laughs> どでも洋服屋って絶対冬ってダウン売りたいんですよあ、ね、高いからね、うん、だからもう絶対かっこいいダウン出すんですよ<ー>でも着るの本当にもうね6年先ぐらいになっちゃうのねたまってんの もう買ってきてないダウンいっぱいある俺、俺ぇー。なんか、だからもう、もともとあの、派手なダウンの時期って短かったんですよ。派手な、うん、どれぐらいどんな、えー、こんな感じ <laughs> あ、そうか、おけく君って年中着てるな。<laughs> <laughs> <の顔> <laughs> 俺も色付きが好きやから、黄色とか、真っ黄色とか、赤に黄色とか、が、 かっこいいなと思って買っったんだけど、うん、その後ってもう黒と,、うん、えーとベージュアースカラーと<お>あと紺色<ー>しかもう売らなくなったのよダウンってもともとが高いから安定したやつしか作んなくなっちゃったのよ、うん、これがそれであの欲しくて買ったんだけど俺も。うん <laughs> は僕はもう理由的にはもう暑くて着れないっていう理由なんだけどね <laughs> あの色が時代よく,なくてらくて着れなくて、うん、結局着なくて <laughs> めっちゃ欲しかったのに、はあ、なんかもうダウンっていつ着んだよと思って 2>,、うん、2月の。 日日日日間ぐぐららいいいいししかか着着れれななよよねね月の俺もなんか一時期買うのハマって2人が買うみたいに高いものじゃないんだけど安めのやつあるじゃないですか23万とかそれぐらいのやつを買うのが流行って自分の中でいっぱい買っちゃったことあるいろんな色ねそうそう中がカラフルとかねみたいなやつ買ったんだけど去年とかお年あんま着てないですもんやっぱり。出してみ 形も色も全部昔っぽくなってるのよ。切れないのね。切れなくはないですよ。いやいや切るけども丈がね流行りの丈じゃなく短いとか短いとかねあるよね確かにね短いのは行った時あったからねあともう中に来ててこういやつがビーンってはみ出してそうあったね昔ね。でここめっちゃ絞ってたりとかねあったんですよありましたね。肩のここまで色違いとか ここまで色違いのあったんですけど、うん、それがね<ー>微妙に昔っぽいんですよなるほどねで今じゃねえなってやつなんですよ<ー>出してきたらちょっとあかっこよかった時のイメージがあるから出してきた時にすごい残念 <laughs> これあれ着ようやったーと思ってもダサッと思うなるほど、ね、メンズのロングのダウンとかあるじゃないですかたまになんかそれがなんか微妙に形がいつも気に入らなくてなレディースの サイズ大きいやつをそうそうそうそれを買ったりしたこともありましたえあれってもうほんまロケの時の車の中でしかきいんでしょあれもう都内で切られへんよいや切られへんことないけどもえめちゃめちゃあったかいじゃないですかあれ。 動いてるでしょ活動してるから夜着るあれだって酒飲んだらさポっカポカになるじゃん体 <laughs> それでもやっぱり体冷えじゃあそろそろ帰ろうかみたいな感じで思ってたら寒っみたいな寒ってなるなりますよへえーえーまあ、まあんま着てなかったけどね着 <laughs> んまてないさ <laughs> すぐタクシーになっちゃうから <laughs> <laughs> お気合い君って言うほど寒がりじゃないのよ、えー、結局あと年取ったからさ <laughs> <laughs> 何その悲しい話的な ぼかぼかがあるじゃないですかきっといやもう全然温かいの聞きたくないもう俺 <laughs> だから更年期だから <laughs> 更年期なのかしら昔からだもんね,あのね20歳くらいからずっとず,ずっとホットフラッシュなんじゃないですか <laughs> <laughs> 確かにヤンが着てんのあんま見たことない、ね、うそうなんですよ凍えながら革ジャン着てるイメージだもんでもリベチカっていうところね <laughs> あ,<ー>あのー はまった時があって、もう出るたびにね、買ったりなんかしてたんですけど、あの、あれはね、ピチピチを着るやつだったのよ。だから、全部ちっちゃいのね。今着たら、もう肩幅なんかも、まあ、ピチピチ。あ、そうなんだ。そうなんです。その後だな、買ってんのじゃ。リベチらも形変わっちゃっても、今は。だから、もうピチピチはないです。大丈夫です。もう、今は。でも、昔のやつのは、もう高いでしょ高いですね。 そ,のそういうのは置いといたほうがいいからね、うん、リュベチカもいいのを使ってるんで、ね、昔のはだからリュベチカは高かったんで置いといたほうがいいんですけど、うん、昔ってどんぐらい昔ですかえっと10年ぐらい俺の感覚だともう本当に56年なんだけど20年ぐらい前ね <laughs> <laughs> 20年二十年まだ買ってないなだろうなちょうどねどっかがいや日本がいっぱい買ってたのかな,なんか、まあ、洋服バブルの時があって <で>うん、その時出してたやつがすすごいいいんですようんまあでも15年5年ぐらい前から15年ぐらい前のあたりのやつは置いといた方がいいかも。お<ー>で、まあ、今流行ってるるけども打ち直しができんのね<ー>で柄をここの柄をもう全部やめて、うん、あの中のダウンだけ取って<は>洗って、うん、足して、うん、で打ち直してくれてで柄もこういろいろ自分で 入ったりもできるんですようん置いといたほうがいい昔はそうやって使うもんだったんからダウンってはいはいはいお布団みたいにねうん。うんなのでいいものはいいですけどなるほどただもう今年は見てもまあ何年くらい前かな五年くらい前からかなもうフェイクばっかりで、うん、そのダウンもこう化学繊維綿みたいなの使ってるんですよ、うん、ほんま雪山登る人多いやからそれが流行って まあ、安くはないんですけど、うん、もう本当のダウンはなくなりましたよええやつは今はもうあのルイ・ヴィトンとか、うん、そういうところがちょっと使うぐらいですね<ー>もう本革もなくなってきてますからね革ね昔も一番やってる時なんてもう革でできたダウンありましたね,ねあねあとあっっったたたでそれも裏地が ビニールやってんけど裏地まで全部皮っていうのを作っててこれでもあったかいのはめちゃくちゃあったかかったんですけど確かにそうういのあったよただもうね切れなかった暑くてうんびしょびしょになってたあれえっとドラマのキムタクが主人公をやってたドラマでキャメルカラーのダウン流行ったじゃないですかヒーローヒーローヒーロー あれもそんな感じですよね。革っぽい感じの。あれが好きですか？わかんない。わかんないけど色はそんなイメージですけど。ええ。流行ったけどね。<laughs> もう全然出てんわ。うん。今は。今はもう本当フリースみたいな素材で。フリース。うん。もうちょっとえっと表面が綺麗に処理されてて。<laughs> はいはいはい。 えっと毛皮みたいになってるっていうのが割と毛皮みたいに綺麗な感じになっててあれこれファーナンっていう感じありますねあれ最近流行っててちょっとやっぱり高級志向の人はそれを買ったり流してペットボトルの再生みたいなあありましたねうんもう全然見てないや一時期すごいネット通販で十一月六日更新分のおしゃごはどうするダウン 暑 <laughs> がりの小野坂さんが <laughs> 冬服について話してくれました。証券 <laughs> なんでえー、お k さんは途中から聞く耳がなくなりました。はい、スーパー気功して m では小野坂さんがガンダム mk2 と気で戦います。<ー>いい倒し方が思いつかなかった。小野坂さんがひどいことを言ったので、音声が処理されています。女みたいな名前だな。<laughs> <laughs> メールから新幹線の車内販売について話しています。 途中で新大阪のタクシーが破滅している話になります <laughs> お知らせしていた通りパンのコーナーが始まります<お>トーストを焼いている最中に5センチのところに見えている人も出てきます <laughs>、えー、レッツパン <laughs>、えー、なぜか最後に焼かないパンも食べます動画の視聴と高評価チャンネル登録よろしくねも星4つ